おっとっと。そういや、サニー号を修理してるとき、砂浜を…そういや、サニー号を修理してるとき、砂浜をちょろちょろしてるやつを見かけたかもな。っとっと。よし、じゃあサニーんとこ行くぞ。おっとっと。あら、何かあるわね。おっとっと。おっとっと。やったひゃー。おっとっと。ところでおめえ、いびきをかくのか？しないわ、いびきなんて。いつもかいてんだろう。そうね、寝ると必ずしていたわ。嘘。よっ、はい。やあリム、お前本当に良いさを瓶詰めにしたり木の上に吊るしたりしてねえのか？だから彼らが私を怖がってるのは本当だけど、私は絶対にそんなひどいことしてないわ。そう、となるとやっぱり何か裏がありそうね。あ、船本当に治ってる。おい、いたぞ。この先だ。この子かしら。リムに怒られたのを反省して。そんな穏やかなエピソードじゃなかったぞ。こいつもなんかビクビク震えてるな。もう文句言わない。命ばかりはお助け。そんなことしないってば。あなたがリムの水晶を持ち出したの？いさ、おいさ。また犠牲者か。もうそんな話はいいから。そいつデルコングの友達。デルコング、もしかしてあの…ん、どうしたんだアナミ。やっぱりね、ヨイサーたちは私たちをリムから遠ざけようと。どういうことだ。理由はわからないけど、リムは怖いやつだって思わせたいみたいね。とにかく早く水晶玉を取り戻しましょう。考えるのはそれからよ。